今まで兄弟兄弟って言ってたんですけど、うん、いやこれちょっと恥ずかしいなと、うんうん、点数と志望校が見合ってないなって思ってしまいまして、うんうんうん、点数を見て志望校を変えるのってあんまり良くないかなと思ってまして、まあ逃げの姿勢が重なりますよね、はい、そうそうそう。武田塾チャンネル。いや来ました京都校。はい、はい、京都です。ね、やっぱその全国悩んでる方いっぱいいると思うんで、はい、どうやって勉強したらいいのかなって悩んでる生徒が多いです、はい、なので、はい、そんな人たちですね、悩みをぜひいろいろ答えていきたいと思って、はい、せっかくなんでね、今回は関西編ということで、はい、まあでもやることはどこでも変わらないので参考書は同じです。はい、そんな悩みを解決するこの番組は受験相談 SOS。田先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問は、うん、志望校を途中で変えるのってありですか？という質問が届いてます。なるほど、はい、これはね難しいとこだね。難しいですね、はい、それはね、貫けるなら貫いた方がいいんだろうけど、田先生どうですか、変えました？僕変えましたね、うん、高校2年生の冬にセンター試験同日体験受験みたいな、センター試験の問題を解いてみようみたいなものに参加しまして、全然点数が取れなかったんですね、うんうん、で今まで兄弟兄弟って言ってたんですけど、うん、いやこれちょっと恥ずかしいなと、うんうん、点数と志望校が見合ってないなって思ってしまいまして、うんうん、一回、それでも大阪大学って結構無茶な目標だったと思うんですけど、大阪大学に変えました、うん、はい。実際その後京都に戻したじゃないですか、はい、それもまた点数がちょっと上がってきたから戻したみたいな、はい、ちょっと僕あんまりお勧めできないんですけど、はい、そういう軽いノリです、はいはいね、やっぱそういう意味だと貫いた方が良かったかな。そうなんです、そうなんです、うんうんうん、なぜあの時下げたんだろうみたいな、こう点数を見て志望校を変えるのってあんまり良くないかなと思ってまして、まあ逃げの姿勢が重なりますよね、はい、なんかなんていうか、大阪大学決めたからって別に受かるわけではないから、安心できないからまた下げたくなっちゃうんですよね、そこから、うん、で、あともう一個はなんていうか、下げたんだから勉強ちょっとサボってもいいんじゃないのみたいなノリが出てきますよね、ありますね、多少、うんうん、はい、まあ、だから現実的に変えなきゃいけないことはもちろんあるけど、なんていうかそれはトータルの時間とか見たりとか難易度見たりとか、あと実際計画立ててみてっていうので、まあ、決めるべきであって、はい、なんていうかその難しいから簡単にしようとかって理由で決めても、ね、はい、正直まあなんていうかそこで下げた部分と同じぐらいでモチベーションも下がっちゃうっていうところが心配ですよね、うん、結構やっぱなので変えるのがありかなしかって言ったらもちろんありなんだけど、はい、変えてなんていうか気持ち切り替えられるんだなって感じですかね、はい、うん、だからそれがどうしてもやっぱ憧れがあるなら貫いた方がやっぱいいとは思うんですね、はい、ただ当然貫くことにリスクはあるから、はい、本当に間に合わせるだけのことができるのかどうかは考えた方がいいけどっていうところです、ね、そうですね、うん、まあ、結構やっぱり塾生とかにはこう現実的な選択を迫る場面ってどうしても多いので、うんうん、確かに、うーん、結構無責任なことも言えないじゃないですか、浪人してしまうかもしれないのに、いや頑張れ第一志望貫けみたいなことも結構言いづらかったりもするんですけど、それをね、将来後悔しないような選択を、そうですね、本当に進路はケースバイケースだと思うのでやってほしいなと思いますね、うん、結局自分が納得できるかどうかが一番やっぱり大きいんですよね、だからね、その竹田塾の先生方からしても正直本人が行きたいところならどこの学校でもぜひ行ってほしいっていう、そうですね、はい、偏差値とかでもちろん高い低いはあるんだけど、大学自体そのものに対して別にこちらが何かその、うん、特別な思いを持ってるってことも大してないんですよ。できれば本人が行きたいところに行ってもらうのが一番いいかなと思ってるんで、はい、うん、なのでやっぱり本人の意思が一番大事なんで、貫けるか貫けないか、まあ、貫いた方がいいとは思うけど、貫いた結果のリスクも考えようねっていう感じですかね、はい、後悔しない選択をしてください。はい、今回は以上です。中堀先生、はい、俺この背景は何ですか？ちょっとね、新企画の、はい、背景としてですね、新しく、はい、設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか？そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、直前期だったり、はい、もしくは
いろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください、はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。